ティアリングの例。映像の一部が横方向に引き裂かれるようなちらつきが発生し、視聴中に不快感を発生させる要因となる。ティアリングは映像を表示するコンピューターディスプレイ装置において映像が乱れる現象の一つ。内容としては映像ソースが1秒間に何コマ生成しているかを示すフレームレートと映像を表示するディスプレイ側が1秒間に 何コマ更新できるかを示すリフレッシュレートが一致しない場合に複数のフレームが単一のフレームに表示されてしまい画面が引き裂かれたような映像の乱れが生じる特に可変フレームレートのコンピュータゲームなどで起きやすい現象垂直動機を有効にするとディスプレイ側が次のリフレッシュタイミングまでビデオカード側が映像を出力しないようにするオプションまた AMD と NVIDIA のビデオカードはアダプティブ F シンクをサポートしている。これはソース側のフレームレートがディスプレイのリフレッシュレートを超えた場合にのみ垂直動機をオンにし逆に下回った場合は無効にする。これによりソース側のフレームレートがディスプレイのリフレッシュレートを下回った時に発生するスタッターを解消できる。またさらに進化させたフリーシンクや G-Sync という技術も登場している。これはディスプレイのリフレッシュレートをソースに適合させる。ただしこれらを利用するにはサポートされたディスプレイとビデオカード、さらに対応したゲームソフトなど映像ソフトの組み合わせが必要となる。ありがとうございます。